皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is a transcript in Japanese on my website. 今日のテーマは新年の目標についてです。2023年になってから約2週間が経ちました。 皆さんは2023年をどのように過ごしていますか新しい年になった時に目標を立てる人も多いと思います。私も毎年目標を立てています。今日は私が立てた2023年の 目標について話をしたいと思います。まずは仕事ですね。えー、去年、部署が変わってから新しい仕事をすることが多いです。まあ、多いと言いますか。ほぼすべてのことが新しい仕事なんですけれども、 あ新しい仕事を覚えていくうちにこう、今までのやり方じゃない方がいいのではないかと思ったりもします。なのでこう、自分で工夫をしながら、そして難しい仕事にもチャレンジしていきたいなと思っています。 そして次に健康ですね。健康でいられる時間が長いほど、まあ、人生も楽しくなるんじゃないかなと思っています。なので、70歳を過ぎてからとか、そういうのではなくって、今のうちから健康には気をつけて過ごそうと思っています。 具体的には、運動と食事です。今年はたくさんフルーツを食べようと思って、この前、スーパーに行った時にフルーツをたくさん買いました。バナナ、みかん、レモン、キュウイですね。 そして、リンゴもたくさん食べたいと思います。そして、運動です。運動は去年から少しずつはやっているのですが、その量を今年は増やしたいなと思っています。毎日最低でも15分間は運動をして、 健康にいられるようにしたいと思います。そして最後に旅行ですね。ここ3年間くらいは本当に海外旅行に行けていません。なので私のパスポートも期限が切れてしまっています。今年はもう 海外に行けると思うのでまあ何回か2回ぐらい海外旅行に行きたいなと思っています皆さんは今年の目標を決めていますかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. じゃ、またねー!